こんにちは。今日はメイクポーチの中を紹介します。この間バッグの中身紹介した時に、そのポーチの中何が入ってるんですかって聞かれたので、日によって変わるんですけど、とりあえず今日入ってるもの、これ前髪クリップです。前髪を挟んで前髪をくるってするやつ。はい、これはアイブロウパウダー。眉サロンで自分に合う色を選んでもらいました。おすすめです、眉サロン行くのは。はい、次フェイスパウダーです。持ち運び用のが欲しくて、ミラーがついてるこのベネフィックのを使ってます。次はアイシャドウです。一応シャネルです。シャネルのアイシャドウはラメの輝きが上品で、あとよれにくくてお気に入りです。番号は見てください。次はエトボスのハイライト、これは河北裕介さんとのコラボ商品なんですけど、多分もう廃盤になってます。めちゃくちゃおすすめです。次はリップ、今日はなぜか3個入ってましたね。あんなにちっちゃいポーチなのに。リップはね、あればあるほどいいんですよ。いろんなとこに私入れて、目に入ったものをつけてます。で、メンソレータムの保湿のリップと、これニベアのカラーリップ、そして最後ファミマで500円のリップ、こんな感じですかね。終わります。